結構もうギリギリまで手近づけると、あ、ちょっと熱いなぐらい、こう何かこう倒れたり強い衝撃が加わったりすると自動で消火するような。初めての冬キャンプ、マジで凍え死ぬ。はい、どうも、晴翔リゾーです。いやー、もう冬キャンがね、素敵な時期になってきました。やっぱね、冬キャンプ、本当にキャンプ好きになっていくと、もうやっぱね、冬行きたくなるんですよね。もう人少ないし、虫もいないし、もうあったか鍋うまいし、温泉気持ちいいし、星綺麗やしっていうね。もう本当冬キャンプ魅力いっぱいなんですけど、唯一強いて言うなら何があって、やっぱ寒さなんですよね。まあ、逆に言うとこれだけなんですけど、まあ、ただやっぱ場所によったらほんま氷点下行ったりとか、もう雪降ってたりとか、もうかなりね、冷える中で装備がない状態で行くとほんまに凍え死にます。まあ、誰しももう寒すぎてね、車に逃げ込む、結局車中泊みたいなね、経験で最初の頃はあったんじゃないかなと思います。今日なんですけど、もうそのね、冬キャンに多分マストアイテムになるんじゃないかなっていうね、石油ストーブっていうのを持ってきたので、まあ、本当この間買ったばっかりでまだ使ってないんですけど、今日はね、石油ストーブが、どんな感じで使えるのかとか、まあ、寒さしのげるのかとか、まあ、そういうところを実際で、ご紹介していけたらなと思ってます。はい、というわけで持ってきました、こいつですね。まさかの段ボールそのままっていうね。ほんまにこれ一昨日届いて、どう持ってきたらいいかわからんくて、結局そのまま持ってきてるんですけど、結構でかいですね。はい、まあ、これがコロナの、石油ストーブっていうね、やつなんですけど、結構ねコスパ良くて、結構値段的にもね、多分8000円ちょいぐらいやったかな。で、なんかいいよみたいな記事を見たんで、僕も買ってみたんですけど、今日はね実際これがどんな感じで使えるのかっていうのをね、見ていきたいと思います。早速ね出してみました。やっぱ結構ねしっかりしますね。大きい。だいたい 40×30×50 ぐらいの大きさなんで、ぼちぼち普通に家でも使える感じの、ソロキャンっていうよりかはもうちょっとファミリー向けでも使えそうなぐらい、大きいやつですね。で、まあ大丈夫やとは思うんですけど、一応ね下はロゴスの耐熱の、シートみたいな、それも一緒に買ってます。で、こいつのねすごいところは、結構ねあったかくなるみたいで、だいたい6畳から8畳ぐらい、それぐらいの広さを温めれるみたいなんで、まあ、ソロキャンとかやったら余裕ですし、まあ、ファミリーテントとかでも全然余裕で温めれる感じなのかなって思います。で、まあ、特徴としてこれが石油ストーブなんで、燃料が灯油なんですよね。まあ、結構そのストーブって言ってもいろいろこうね、ガス使ったりとか、カセットコンロに使うね CB 缶使ったりとか、まあ、あとは電気でやるやつとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、個人的には、まあ、灯油ね、僕ランタンも灯油なんで、まあ、こういう冬場のそういう暖を取るものは灯油をね、燃料でこうベースにやれるかなって思ったのと、やっぱりそのランニングコスト的なところで言っても、まあ、灯油結構安いんで、そういう面でもいいかなと思って、灯油のね燃料の石油ストーブにしてみました。で、まあ、こいつの特徴としてすごいキャンプでもね役立つのが、こう何かこう倒れたり強い衝撃が加わったりすると自動で消火するようなシステムになっているみたいです。まあ、それは結構ありがたいですよね。まあ、キャンプ中ね何があってこう倒れたりするか分かんないですから、そういうのはすごいいいなっていうところと、まあ、灯油の、まあ、石油ストーブって結構匂いね強いらしいんですけど、まあ、これがなんかすごいその 消臭というか、匂いもそんなに出にくいっていうね、灯油臭さがないやつみたいなんで、その辺はちょっとつけてみて、実際見てみたいなと思ってます。で、まあ、あとは結構ね見た感じ、そのボタンとかもすごいシンプルで、まあ、初心者でも誰が見ても使いやすい感じになってるのかなと思います。まあね、早速ちょっと使っていこうかなと思います。まずは、まあ、灯油を入れていくんですけど、灯油はこの上のところから、タンクを取り出して、こいつにね入れていきます。で、タンクは、ここのね横の開けるときはこうなんかチョボみたいなのあるんですけど、こ
これを引くとこうパカッと開きます。で閉める時はカチャッとね音がするまで、押し上げると閉まるような感じですね。でちょっと入れてみます。じゃあ入れていきます。で結構これ入れすぎるてもダメなんで、なんかねこっち側にメモリみたいなのがあって、そこでね適量を見れるみたいです。こっち側にね、ここになんかあるんですけど、ここに灯油が見えるぐらいが適量らしいです。ただちょっと今回灯油ね僕ちょっと持ってきたのが少なかったから若干まあ適量より少ないぐらいにはなってます。まあ多すぎなければ大丈夫かなとは思います。でこれをねセットしていきます。で、最初ね使う時はこれでセットしてからなんか20分ぐらいね、芯に染み込ませて必要があるみたいなんでちょっと20分ぐらいねこれで待ちます。はい、というわけでね、20分待ったらね真っ暗になっちゃいまして、ちょっとね寒くもなってきたのでね、早速点灯していきたいと思います。これをノズルをねグッと点火に回して点火ボタンを押すだけみたいなので、その要領でじゃあ行ってみます。そしたらこのノズルを回していきます。で点火のところに合わせて点火ボタン押します。でしばらく押してると、中にね火がメラメラっと燃えてきますね。まあ、その火が見えてきたら離してもいいかな、だいたい5秒ぐらいでいいかなと思います。はい、結構ね赤くなってきましたね。今こう手近づけてみてももうね結構あったかいです。だいたい5、6分ぐらいしたらいいぐらいのねあったかさになってくれると思います。で一応温度調整とかも、ここのねノズルをひねることで、できます。あ、結構あったかいですね。で、まあ、結構気になったのがやっぱ灯油石油ストーブやと匂いがねどうしても気になるっていうのあると思うんですけど、これはねもう全然匂いっていうのはしないですね。なんかその辺の匂いカットみたいな工夫もされてるみたいです。給油時のなんか自動消火みたいなのもあって、こうつけてる時に勝手にこうタンクのところを出したりとか、まあ、そういうことしても自動で消えるようになってます。だからその辺は結構ファミリーキャンプされる方とか子供がね間違えてぶつかっちゃったりとかあると思うんですけど、まあそういうので火災にねならないように消えてくれるっていうのは結構いいポイントかなと思います。あ、もうこれかなりあったかいですね。まあ、全然外でこうなんか引いて使ってもいいでしょうし、それこそテント内だったらもうかなりねポカポカなると思います。3、4人ぐらいの大きさのテントとかやったら多分暑いぐらいになるんちゃうかな。結構もうギリギリまで手近づけるとちょっと暑いなぐらい、それぐらいの温度ですね。でまあ気になる点としては、まあ、これは僕の場合ですけどちょっと大きかったなって思いました。まあソロキャンで使うにはまあ、あったかいに越したことはないですけど、まあ、もうちょっとコンパクトなものもあるって思ったら、まあ、どっちかといえばファミリー向けとか、まあ、大人数の時とかにより効力を発揮するんじゃないかなと思います。まあ、全然ソロでもね僕は使えるし使いたいなと思うんですよね。まあ、とあとやっぱ燃料が、まあ、灯油であるっていうところですよね。まあ、結構電気ストーブとか、まあ、CB 缶でつけるストーブとかいろいろあると思うんですけど、まあ、灯油なんでもちろん灯油をね、別途買わないといけない。で、まあ、灯油を買うってなったらねこういう灯油用 の, タンクもね、別途揃えないといけないとかね、まあ、そういうところは、まあ、多少あるのかなと思います。まあ、ただ灯油自体それこそ CB 缶で
あのストーブやるのと灯油でやるのやったら、まあ、ランニングコストで見たら灯油の方が絶対ね安くなるとは思うんで、まあ、そういうパフォーマンスで見るといいのかなとは思います。であとこれ別途であの単一の電池も2個ねいるんで、それもね使うときはあのついてないんで、あの忘れないようにしてください。でこれで僕めちゃくちゃ気になったのが、実はこれ一回機能使って灯油入れて、まあ、そのままね入れた状態で持ってきたんですけど、灯油がねめちゃくちゃ漏れてたんですよね。なんか漏れませんみたいなことは書いてたんですけど、これ一回一回抜かないといけないのかな、まあ、そういうのはね僕は見てないんですけど、多分車に乗せてる時に車の揺れでタンクが多分ずれて、で結構ね漏れ出してたんじゃないかなと思います。それはねちょっと怖いし、まあ一回一回使ったら灯油を抜くとかっていうのをした方がいいのかなって思います。まあ、かしっかり絶対もう揺らさないようなあの梱包でね持っていくとかするようにしないと、まあ、危ないと思うので、あのその辺はね注意してほしいなとすごい思いました。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今年の冬キャンはね絶対に凍えないようにこのね、ストーブっていうのをね、ギアとして揃えていって冬キャン目いっぱい楽しめるようにしていただけたらなと思います。まあ、僕のチャンネルではねこういうギアの紹介だったりだとかキャンプ場の紹介とかキャンプにまつわることをね、いろいろ発信してるんで、ぜひチャンネル登録高評価ボタンもよろしくお願いいたします。ではまた次のキャンプ場で会いましょう。じゃあまた。